ソウルもない、意外に転倒ものだけなのかなとかさ、うん、なんかね、まあ、まだ風が強くなる前だったから火曜日のお昼、うん、もう 3,4 軒回って、うん、回送路閉めて、よし、あ疲れたってなって、みんなちゃんと、もう人口が増えたのか、沖縄増えたから物がいやみんな必要以上にもうね、また台風が戻ってくるっていう情報を知ってたから、うん、はいはいはい、余分に買ってるのもあるし、うんうん、一応それもあった、うん、停電する前にご飯炊いとこうとかっていう感じでご飯も炊いたりしたけど、うんうん、まあ、実際大丈夫だったけどね、うん、停電は、うん、っていう感じで、はい、まあ、まだまだいろんなね情報聞いてるし、まあ、後半はね、また今後のでっかい台風に向けての備えみたいな話もねしてみたいと思いますので、うんうん、一旦 CM お願いします。はい、台風の時にうちの実家の犬がミニチュアピンシャー飼ってて16歳だっけ、のろけんさん、はい、高熱だ、あ、高熱か、熱出したっつって、なんか病院知ってるところないっつって、いつも行ってるところも台風前、台風がひどくなる前だから取り合ってないっつって、どうしようどうしようってなって、あー、もうのろけんだし熱出たらもうそのままのさよならになるのかなと思って焦ったんですよ。でなんか一応なんかインターネットにポカリスエットみたいな、ポカリスエット3倍4倍薄めて飲ませたりとか。犬の熱ってどんな症状だったの？なんか、まあ、ご飯食べないから元気がないってなって体温計で測ったんじゃないですか。だいたい38度ぐらいのが40度だから、はい、もう熱だ、まあね、年齢がすごいから上がってるから和分けに体温計はどこに、どこにやってたか分かるけど、なんか普通暑いよね、うん、体温高いから。で、まあ、犬って何でもご飯喜んで食べるのに、まあ、食べないところですぐ気づいたんでしょうね。あ、できないなって、うん、あ、やばい、どうしようって思って、もうこれで自分酸素吸ってるんですよ、水素を吸ってて最近で、なんか水素はめちゃくちゃこの体の悪いものを全部出してくれるっていう健康器具なんですけど、それ持って行ってずっと犬に当ててたから翌日ケロッとしてた。すごいのって。まあ、いいんだね、ワンちゃん。めちゃくちゃ良かった。効くんですね。効く、なんかスポーツ選手もね、水素カプセルとか入ったら疲労回復になるっていう。そうそうそう、カプセルのやつは酸素カプセルです。あ、酸素カプセル。水素はなんか鼻から吸って。あ、そうそう、あ、なんか水素壁じゃないけどなんかそういうの。なんか流行ったじゃないですか。酸素カプセルは僕もよく使ってたんですけど、効きますよあれ。全身治療にめっちゃいいです。あれはこの、あの、なんかスプレーみたいなのがあるさ、みんなあのスポーツ選手が、あれとまた違うんですよ。あれ違う、あの、あの酸素カプセルって酸素出してるんじゃなくて、あれ気圧高めるカプセルで、あの普段より気圧高めにすると血中に酸素が溶けやすくなるんです。だから赤血球で運んでる酸素を、酸素自体を結晶っていうこと、血液の液体部分に溶け込ますことができるので、より深くあの酸素をこの細胞に送ることができるっていう理論です。ああ、それで再生能力が高まるんだ。そうです、そうです。気圧を高めるんだ。気圧を高めます。だからあの気圧が高いので、あのちょっと骨の歪みとかも治ったりとか。だから確か耳抜きした、はい、僕肩脱臼した時に一回入ってみたら、本当にここまでしか上がらなかった方が、すぐ直後にもちょっと上まで上がるように。どのぐらいなの？1200ヘクトパスカルぐらい。いやいや、もう1500。 1.3 気圧上がったら強い方です。うん、全然そこが数字分かんなかったけど。じゃあ行きますね。はい、はい、どうも、レッツ深呼吸をお届けしてますが、いやもう本当にね、今回の台風を上げればキリがないんだけど、うん、まあ、心配なのがね、6号が向かってる九州方面とかね。あれさ、上陸したら台風ってどんどん弱まっていくんだけど、はい、ちょうど海の方をこう、うん、沿っていくじゃない、はい、だから勢力保ちながら行くから余計厄介だと思うよ。だよね、でも九州をすっぽり行く進路じゃないですよね。じゃないけど少しかすりながら、うん、かすりながら
韓国朝鮮に向かってるというか、うん、だからあの朝鮮半島に上陸したら、うん、一気に弱まると思うよ。あ、そうなんだ。あのだからあの海面の温水が水温が高いから勢力保ちながら行くから、この雨風がそっかそっか、もう長くわーってすごい状況になって、だから逆に鹿児島から直撃して上陸してたら、うんうん、どんどん弱まっていくはずなんだけど、うん、強いまんまこうスレスレてっていうか行くからさ、余計大変だと思うよ長い間。そっか、しかも今回のゆっくりさ、うん、めっちゃゆっくり、うん、だ相当な被害が出ると思うよ九州は。970ヘクトパスカルだから7号も水温海温が高いところをずっと、本州に向かってるからさ、うん、勢力強めながら向かっていくから、うんうん、あれも大変だよ多分。950まで行く予想になってる。950、うわ、970で本州上陸、あ、950で本州上陸する予報になってます。あら、やばいね。ちょっとこれはやばいね。あの危機感持った方がいいですね。うーん、あの数年前の千葉の、あの直撃したのに匹敵するぐらいじゃないかな。あの、マジか。ゴルフ場のあれが倒れたよね、はい、うわーってネット、ああそういう事件あったね。屋根にボワーンって落ちたじゃん。 あ、 そうだ、ね、あれ 2,3 年ほったらかしだったよね。そんなにビニールシート住んでる人はどうすんの。いやだから保険とか保証されてなかったわけよ。あら、このゴルフ場が。あら、じゃあ弁償もできない。うん、裁判だ。うん、お時間かわいそうだ な、 なんか大変だよ。だからあれに匹敵するぐらいのそれ以上になるかもしれないから、あの内地の人は本当気をつけないと。そうだね、6号も7号も ね、 ね、気をつけようね。いや、しかも沖縄の場合は鉄筋コンクリートだけど、そうだね、台風に強い作り、内地の場合はあの木造だから、ね、木造でさ、うん、もうポンって上に建てたのとかも結構あるから、うん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 、スラブ打たんさ大体。あ、そうなんだ。作ってる段階までは分からないけどだからものすごい60メーターとか70メーターとかも吹いたらさ、風速70メーターで家がひっくり返るの、倒壊するのとかあるさ、飛んでくさ。 あそっかそっか。もう屋根瓦もあれただ置いてるだけだよ。あ、はめ込んでるだけか。置いて並べてるだけだから、だからバラ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 。気をつけてよ聞いてよ言うこと聞かないと。ちゃんと接着すればいいのね。そうだよね、沖縄の瓦屋みたいにね。そうそうそうあれはもうね、うん、ね、あれで漆喰で固めてるからさ、うんうん、いや大変だね、本当気をつけないといけない。内地はもう沖縄より勢力がだいぶ衰えた状態で台風が行っても、うん、沖縄以上の被害が出るさ。そうだよね。今回のはもう普通に沖縄に来るような勢力でさ、うん、内地に上陸するからもう大変なことになると思う多分、うん、想定外のことがたくさん起こると思う。あー、そっか。あ、メール、はい、はい、メール来てるので紹介させていただきますバンハウスさんからのメールです、はい、お疲れ様です。リッキーさん、ティンキティキのサーチーさん、空気のような存在のキャンさん、皆様は、台風大丈夫でしたか。自分の住む場所は風当たりが強いのですが、前回の台風が大したことなかったので甘く見ていました。あとメディアをあまり信用していないので大げさに、報道してないかと違いました違うよそうだよ、はい、詳しくは述べませんが反省。話変わり、最近気になった報道のメモを書きます。ポケモン GO は実は監視に利用、富士山周辺にあの大国の富裕層が、家を頻繁に建っている日本の不動産会社が斡旋、美を知ることはそれを感じることは永遠ではない松本零士ということで、リクエストの方も先ほどおかけさせていただきました。あ、バオさんありがとうございます。はい、ありがとう。ポケモン GO は、まあ、Google が作ってますからね。うん、それは情報抜かれてます、うん、そうなんだ。あのね、北海道のトマムリゾートって知ってる、うん、シムカップ村、シムカップ村っていうところにあるんだけど、うん、有名な、うん、俺も行ったことあるんだけどね、泊まったことあるけど、うん、あそこが、うんうん、外国人比率が 50% って超えたって。
あらららら、もうシムカップ村は、うん、あの日本人がいなくなるよ。ニセコもそうだったし。そう、ニセコも、うん、ニセコは 50% まで行ってないと思うけど。行ってないですかね。もうそれに迫る勢いだよね。外国人だらけだと富裕層な、ヨーロッパ系の、うん、一番はだからシムカップ村って言ってたね。もう 50% 超えたって言ってたから、住人の半分以上はもう外国人。いやもう土地も買ってるし、もう住み着いてるわけよ完全に。あらあらあら、旅行客じゃないわけ。そうなんだ、もうなんか海外みたいになっちゃいますね。なんか守らないといけないんだけども、もうなんかねルール決めちゃえばいいんだけどね。そうそう、うん、だから政治家もさ、うん、こんな簡単に土地を売ってさ、うん、この富士山が見えるこの富士五湖の周りとか、 はいはい、あの辺も水源地帯でもあるけど、うん、もう相当買われてるみたいだから。軽井沢とかも。あ、そうなんですね、うん、もう大変な状況。これもう本当ね、政府が何とかしないといけないし、うん、このまんまどんどん土地をね、買われていったらさ、うん、日本じゃなくなるよ。日本じゃなくなるよね、うん、まあ日本人になってもらうか、なれないか。日本人になりなさいって。文化を叩き込む。そこまではね。売国政治家がいますからねって。全城さんね、もう本当にもうやばいよ日本、こんな状況だったらってもう常々思うんだけど、うん、まあ、僕らがどうこう言ってもどうしようもないし、政治家のね先生方が、しっかり守ってくれないとね、うん、あの未来のこの子供たちにね、負の遺産を残すことになるからさ。そうだね、うん、いやそういうことでね、まあ、この台風にまた話戻るけど、うんうん、そのじゃあ今度ねこんな大きい台風来た時に、うん、どう備えるかっていうことなんだけど、うん、でも本当の意味でのこの台風の強さとかさ、うん、どういうふうにあのメカニズムだよね、台風がどうやって大きくなっていくかとか、はいはい、こういうのをもっと関心持ってさ、うんうん、だからそうだ、ねね、930ヘクトパスカルだったら相当でかいな、うんうん、強いなっていうのが、うんうん、あのまあ、もう僕なんかも前からそういうの意識してるし、はい、確かに なんか習ったっていうよりももう覚えちゃいますよね、うん、風速50メートルって言ったらもう大きいよ、うん、大変よ、外に出たらダメよ、自転車も全部お家の中に入れなさいって、うん、子供の時に自然に身につくもんだからね、うん、今回の台風も大きいな、うん、あ戻ってくるな、あ本当に戻ってくるはず、うん、やっぱ感覚的にもう、うん、しばらくこんな大きい台風なかったから、うん、やっぱり5年に1回は絶対来る感覚なんですよ、うん、体感的に、うん、だから、うん、来るなと思ってるから、みんなもやっぱりあのテレビの天気予報だけじゃなく米軍の天気予報とかいろいろね、そう今ネットで見ることできるから、ね、そうネットでできるから、やっぱり米軍とかとこう日本の比べて自分の中でこれだっていうなんかあるじゃないですか。進路予想図も全然違うからね。ただ今回の台風に関しては、うん、どこも当たってないです。えヨーロッパ、アメリカ、うん、気象庁全部外してます、うん、あそうなの、外してたね、全部外してます、うん、それで迷走台風って言われてるの。そうなんです、っていうのもすごく太平洋高気圧が複雑な動きをしてたので、うん、あの一部が屋根のように台風の上に乗っかってずっと押さえつけてるんで停滞してたんです。あこの火星が外れるのがいつになるのかって予測がだいぶ皆さん混乱して全部外してたんで、あらららら、だからあれだけあの居座ってブーメランになってっていう状況が結構続いてました。そっかまたね、うんうん、台風の性質っていうか、はい、この台風は、うん、時計の逆回りさん、はい、でこれを知ってて、うん、ちゃんと理解してて、うん、で台風が沖縄本島の、うん、南東あたりからね、うんうん、こうやって向かってくる場合は、うん、向かってくるときは東側の風が強くなるさ、うんうんうん、あの東海岸側とか、はいはい、例えば
家が建ってても、うん、東側がバーって強い風当たるさ、うんうんうん、逆に通り過ぎた時は返しの風が時計の逆回りだから、うん、西側がバーって強くなるっていう、うんうん、だからこれだけ知ってるだけでも、うんうん、全く台風対策が違うし、うん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 、だそういうこととかね、うんうんうん、台風のメカニズムっていうのはうまくこうなんていうかな、沖縄の人はもう自然に、感覚的にね、うん、身につけとかないと、まあ、被害が最小限に、ねね、済む場合もあるし、そうですね、でまあ、食料とかに関しても、うん、例えばもうなくなってからじゃ遅いからさ、うんうん、だから普段から、備蓄するのは、うん、缶詰だったりとか、はいはい、乾麺とかね、うんうん、もうそうめんもいつでも食べれるさ、うん、めんつゆとかあればそうだね、ね、ネギじゃなくても、ね、うちのうちしょっちゅうほら、うん、台風の時ソーミンチャンプルーとヒラヤッチしょっちゅう食べてるよね、うん、そういうことだね、うん、そう冷やしそうめんだけでもさ、うん、もう茹でてすぐめんつゆで食べれるし、うん、青ネギがなくても、うんうん、玉ねぎをね、うん、細かく刻んで乗っけても美味しいからね、うんうんうん、おやってみよう、そういう今乾麺もね、いろんな種類があって美味しい乾麺たくさんあるんだよ今、ああいうのをこう備蓄しとけば長持ちするからあれ、でそういうのでもお腹満たすことできるし、スーパーからその乾麺、うん、乾麺ってかあれです、インスタントラーメンのことだよね、あ違う違う、乾麺普通の白髪そうめんとか、ああ、あれのこと、平蔵麺とかさ、うん、あれのこと乾麺、うん、そうそう、いろんな種類があるわけ今、うーん、昔の細いソーミンチャンプルーの、うん、イボの糸、あれだけじゃなくて、じゃないと、なんていうかな、沖縄そばみたいな太いああいう麺もあるわけさ、あ、そうなんだ、うん、ああいうのとか何種類かこう買って置いとくとかね、うんうんうん、まあ、台風が来なくて、うん、そういう被害がない場合でも、うん、少しずつ食べていけばさ別に、うん、だそういうのとかね、うんうん、あと最近ね、そうめん食べるときさ、うん、冷やしそうめん食べるときに、うん、めんつゆやるさ、うん、はい、ストレートのめんつゆ使ってんの、それともなんか割られてるやつ、3倍とか割られてるやつ、割られてるやつ、うん、ストレート、じゃあそれそのまま、うんうん、あ氷入れてからとか、そう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 、なるべくだから3倍薄めるやつね、ああいうのが少量でたくさん作れるさ、うん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 、で水で割るんじゃなくてね、緑茶とか、緑茶とかであれ割るとうまいんだよ、そうなの、うん、意外、めんつゆを緑茶で薄めて、うん、冷やしそうめん食べたらめっちゃうまい、おやってみて、今度やってみる、うん、まあ緑茶だけじゃない、まあウーロン茶はあんまないと思うけど、まあ緑茶はでも美味しかった、うん、どっかで見てね、俺ネットで見たのかな、なんかで見てそれやったら美味しいと思ってさ、うん、いやもうなんかね、もう肉食べたいよね、台風終わったからわかります、なんかもう肉が欲しいんだけど、まだないのかなもう今なんかもう食べ物の話してきたら、なんかもうそういう獣も食べたくなりました、ねね、乾麺と缶詰類と、はい、あとレトルトのカレーとかね、 ああいったレトルト類とかも、うん、カップラーメンもそうだけど、ねえねえ、そういうのでね、備蓄してたり、そう、ね、であとうちの場合はまあ、お袋介護しながらやってるから高齢者がいるから、うん、ガス使ってないわけよ、ガスコンロ、あそうなの、使ってないから、うん、IH なんだけど、はい、停電に備えて、うん、ちゃんとカセットコンロ、カセットコンロも2台を用意してるんだよ、2台、うんうん、でボンベも、うん、何ケースかもすでに備蓄してあるんだよすごいすごい、いつでもさって出して使えるようになるほど、あそっかそっか、うん、あと乾電池だよね、乾電池ね、乾電池少なくなったみたいよ、あそうなんだ、ね、コンビニとかスーパーから、あらあらら、やっぱり最近はね、なんちゅうかアウトドア用の電池式のランタンとか、うん、そういう便利グッズだったり、そうそう、充電してからやるものとか、うんうんうん、そう、あと小型のラジオとかでも、うん、ラジオって情報大事さ、あ、はいはいはい、そういうので
あの乾電池とか必要だからさ、うん、うん、そっかラジオ、そうそうそう、うん、本当 ね、 こういうのもね、気をつけてね、まあずっと置いとけばあの、うん、いつか使えるなと思って、うんうん、あの置いてるんだけどね、カセットコンロも。そうだったね、いろいろね、やっぱり、想像しながら、うん、あれもあった方がいいかなとか、うん、あ、今回のろうそくで火事になって死んだ人がいるじゃん、沖縄、うん、高齢者の人が、あ、そうなの、多分ろうそくが倒れてこれが火元になってっていう感じだったみたいだけど、ららだからまあこの電乾電池で、うん、照らせるようなね、そうね、ああいうの持ってたり、あとね今回、まあ、うちは停電してなかったから、うんうん、まあ良かったんだけど、はい、停電しても暑さに耐えられない人も中にいたわけよ、うん、まあ、サッチのところは涼しかったみたいですけど、涼しかった、あの 今っていうかもうちょっと前から流行ってる、うんうん、あの携帯の扇風機があるさ、うんうん、あのね、ギャルたちがこう顔にビーって当ててるでしょ、うん、もう夏場もうみんな持ってるよね、うん、あれね、うん、絶対いいと思うよ、あれいいんだだって停電してクーラー効くからクーラーなくて、うんうん、みんなあっちあっちしてて、うんうん、あの打ち場しながらまたね、そうだよね、いつでももう大変さ疲れるし、うん、で暑いからってただただ水風呂浴びるとかさ、そんなよりも、はいはい、充電式の扇風機とかは買ってた方がいいね、そうそう、あれ電池で、うんうん、ずっとふーんって風が来るじゃない、うん、だって扇風機も電源の音だからつかないでしょ、うん、あれ絶対あった方がいいなと思った、そうだね、俺使ったことないけど、ないの、うん、あるよあるよ使ったことないけど水もシュワーって水が出る、うん、あの霧が出てきながら、ね、だからあんまり涼しくないんだけどこのシュワーって水が来るから、うん、もうひんやりするわけよ、ね、このミストが出るやつとかね、あれ絶対忘れてたな、ま、今使ったことないけど、うん、あのテレビとか見ててみんなこうやって使って、うん、歩いてるさ、うん、なんでこんなの必要かなって思ってたわけよ、今回の台風で、うん、停電した時絶対これ必要だなと思った、そうだね、そうなんですよね、もう買おうと思った、あ、買う、うん、あの近々ドンキホーテで買うよ、あ、だってこれからまだミストが出るやつがおすすめですよ、そうそうこれから8号9号10号って来るじゃん、どんどんバンバン来りますかね、うん、また毎年平均で22号前後ぐらい来るからさ、いやー、なんか今年台風の当たり年っていうのも聞いてたんだけど、なんかもう難儀だねしょっちゅうね、うん、もうで私も一応植物育ててるので、うん、中に入れてとかやってさ、うん、あ、なんか大変なんですよ、ちょっとしかないんだけど、うん、うちもちょっとあの今回の台風舐めてたからさ、舐めてたんですか、うん、舐めてた、もうベランダ、いや、いつものようにね、舐めてるっていうか、いつものようにベランダのこれとこれは中に入れるっていう決まってて、はいはいはい、それを入れてたわけ、うん、それ以外のところがもうぐちゃぐちゃにもうやられちゃって、うーん、やっばいと思ってさ、うん、だからまたね、これからもう本当に例年ね帳尻を合わせたかのように、うん、22号前後ぐらいまで来るから、もう10月まではもう台風シーズンだね、で7号ってことは、うん、あと15個ぐらいは来る予定だわけさ、待ってる次の台風がもう渋滞して待ってる次から次へと来るからだからあと15個は来ると思った方がいい、あ、うん、まあ、今回みたいにひどくはないかもしれんけど、うんうん、でも今回以上のことが来るかもしれないし、そうだね、うん、だから備えあれば、うん、今回の教訓にね、はい、あのぜひまた備えていただいて、うんうん、全部中国へ来てそんなこと言わないで4年分来るかもしれないと、うん、いやもう本当にね、うん、皆さん教訓にしてほしいね、うん、自然の力を甘く見ないで、うん、そう、また台風の時にさ、うん、あの外に行くやつがいるじゃん、一応いるよね、台風見に行くとかさ、いるよね、バカかって行くな、ね、若者たちがさ、うん、あのなんか動画撮るって言ってからさ、雨に打たれて風バーバーさね、なんだっけ、あのTM レボリューション、昔のあれのなんか音楽かけてやってる人がいてからバカだなこいつらって思って見てたんですけど、危険なのは危険だよね、この飛来物でね、はい、そうそうそう、あの例えばもうトタンみたいなのが
巨体のが飛んできたら、うん、首吹っ飛ぶよ。若者だけじゃないんです。うちのおばあちゃんも大好きなんです。なんでだから家族みんなで止めるんです。死にファンキーおばあちゃんの台風見に行くの？台風になった瞬間家から出ようとして、普段出ようとしない。どうしてもうダメダメダメってみんなで止めたんですけどあの昔さ、うん、うるま市の人しかわからんみたいだけど、うん、ガジャンクルサって言ったさ。話は聞いたことある。見たことないけど。いやだからさ、これうるま市の人しか知らんっていうからびっくりしたわけよ。これさ、この急なの、あの次の番組でもしょっちゅう名前出てきますよ。あ、そうなの？こういうの通ってましたよね。そうなんだ。遠いところからブーって聞こえたら、あ、来たと思ってわーって走ってたの。あれ体に悪いんじゃないの？追っかけてたよ。そうなんだ。あれめっちゃ体に悪いよ。いやいや、あれガキの頃だから、うん、小学校3年4年とかだから、そうそうそう。ね、まあちょっとガチャンコさんの話はね、また次回に話するってことで、ね、ということで、まあ、これからも台風来るのでね、皆さん、今回のね、教訓にしてちゃんと備えましょうね。ね。ということで、また来週お会いしましょう。はい、今日もありがとうございました。バイバイ。高尾さんもひふみさんもじじゅんさんもね、皆さんありがとうございました。ひふみさんおじいだったの？おじいなり、孫が生まれたのかな。そうなの？あ、みたいですよ。あ、おじいなりました。あれ終わってないの？まだ終わりました。あ、終わってる、はい、お疲れ様です。孫が生まれたんだ。はい、